下関生まれのからし明太です。生でも食べてもいいけど、今日はこれを焼いて食べたいと思います。もちろん焼くのは焼きグルメ、いい感じです。このようにして網の上に乗せて焼きます。焼いたからし明太を熱々のご飯に乗せて食べると、これがまた美味しい、とっても美味しいんですよ。はい、それではひっくり返してみます。ほら、ご覧の状態で明太も綺麗に焼けてますね。はい、はい、だいたいいい具合に焼けましたね。ミディアムがいいかレアがいいか、ほら、もうお好きな感じで焼けます。小さい方はもうしっかり焼けたようですね、みたいですね。はい、おいしい焼き明太でした。